内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。2日目、子どもたちは大洗サンビーチに来ていました。今日はライフセービング体験をやりそうですよ。バーディーアワー、バゴー、1、2、3、4、サンビーチバレー。当日は風もあって少し肌寒かったんですが、子どもたちには関係ありません。ライフセービング体験やボディーボードなど海のアクティビティを楽しんでいましたよ。そして最後はライフセービングの修了書が子どもたち全員に渡されました。ライフセービング体験を終えた一行は海の大学へ戻り、この2日間で学んだことをレポートにまとめ、印象に残ったことを発表します。そして2日間にわたって開催された埼玉海の調査団も終了。参加した子どもたちに感想を聞いてみました。サンマを開くのがすごく難しかったです。そう、まあ最初だからね。でも初めてだった。初めてだった。じゃあこれからお手伝いできるね。家庭から排出するゴミが多いと川も汚くなって海も汚くなってしまうので、うん、ゴミを少なくすることです。川にゴミを捨てたら海に、今にもゴミが流れるので、川にゴミをポイ捨てするのはやめてください。埼玉海の調査団頑張ります。海と日本。